にちは、ガクです。今日はアカウントを乗っ取っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。一般人のバク。今回はカーリー Linux だけを使用します。今回の対象サイトは OWASP ジュースショップになります。このサイトには意図的に複数の脆弱性が仕組まれています。ただし見かけは一般的な EC サイトのように動作します。検索欄にバナナを入力すると関連する商品が表示されます。また会社概要などを見ることもできます。社歴ポリシー、もしくだらないことにご興味がおありでしたら弊サイトの退屈な利用規約をご確認くださいと書いてあります。皮肉が効いてて面白いですね。カスタマーフィードバックもあります。コメントを入力できたり、キャプチャの入力欄があります。複数の入力欄がありますが、このサイトで特に重要なのは検索欄です。ハッカーはこのような入力欄を攻撃することでバックエンドシステムへの侵入を試みます。このサイトの紹介は以上です。早速ハッキングをしていきたいと思います。まずターミナルを開きます。そしてバープスイートを実行します。デフォルト状態で起動します。起動したらプロ棋士タブのオプションを開きます。現在のプロ棋士設定を編集します。事前に認証を通してある3128ポートを指定します。OK を押します。これでプロ棋士の設定ができました。 Firefox に戻ります。バープスイートを Firefox のプロ棋士にします。そしてリロードします。バープスイートに戻るとたくさんの通信内容が確認できます。この中から検索欄に該当するものを探します。こちらが検索欄の通信です。これをイントルーダーに渡します。以前の動画で私が使用していたペイロードはこちらの中に書くことができます。早速実際にペイロードをセットしていきます。今回使用するのは sql.txt になります。検索欄の裏では SQL が動いていることが多いので、 SQL に効果的な攻撃ができるこのテキストを使用します。ロードすると SQL インジェクションで使えそうな文がたくさんセットされます。これらの文はエスケープ処理をしないとエラーを吐きます。次にオプションを開きます。グレップマッチの欄にチェックを入れます。こちらにチェックを入れるとエラーを吐いた時に結果が見やすくなります。ここまでできたらスタートアタックを押します。OK を押すと先ほどセットしたペイロードが順次実行されます。早速エラーを吐いてますね。ステータスが500になっているものがあります。404 not found とかでおなじみの数字です。ハッカーが嬉しいのは404ではなく500です。正常にウェブサイトが表示されないときに起こるエラーです。内容を見てみましょう。見てみると SQLite エラーと書かれているのがわかります。これは非常に重要な手がかりになります。ウェブサイトで SQLite を検索すると公式サイトが出てきます。 SQLite ではスキーマテーブルを使用していることがわかります。なのでサイトから返ってくる情報はこの形式であると予想できます。オルタネイティブネームスを見ると SQLite マスターが使えることがわかります。
ここまで分かったところでバフスイートに戻ります。こちらはもう閉じちゃいます。インクルーダーの内容をリピーターに渡します。リピーターではペイロードを書き換えて通信ができます。試しに先ほどのエラーを元にこのような文を書きます。クォーテーションで文字列を終わらせ、丸括弧を2つ書きます。そしてハイフン2つで以降に続く SQL 文をコメントアウトします。ではこちらを送信します。ステータスがサクセスとなっていることがわかります。これは SQL が問題なく実行できていることを意味します。検索欄に入力するにしては異常な文でも正常と判断されています。これは SQL インジェクションができてしまうことを示しています。では実際に SQL 文を書いていきましょう。ユニオンセレクトオールフロム SQLite マスターを入力します。これを送信します。バッドリクエストで返ってきてしまいました。これは当然の結果です。こういった文は URL の形式で書かないと処理ができません。こちらをコピーします。デコーダータブを開き貼り付けます。エンコード形式を URL に設定します。エンコード結果をコピーします。リピーターに戻り貼り付けます。送信します。 SQLite エラーが返ってきました。これはこれで大丈夫です。では正規のデータを送信して結果を見てみたいと思います。新しいリピーターを作成します。今度は正規の入力値を試してみます。ウェブサイトでも動作が確認できたバナナを入力します。送信します。スキーマテーブルの形式でコラムの数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 全部で9個であることがわかります。ここまで分かったところでデコーダータブに戻ります。セレクトの内容を書き換えます。このようにして全部で9個のコラムを選択します。そしたらエンコード内容をコピーします。リピーターに戻り先ほどのエンコード内容を貼り付けます。送信します。ステータスがサクセスになっています。全部で9個のコラムがエラーなく返ってきています。ではデコードタブに戻りさらに書き換えてみましょう。1の代わりに SQL を指定します。SQLite マスターの SQL の情報を搾取する作戦です。エンコード内容をコピーします。リピーターに戻り貼り付けます。送信します。結果を見るとテーブル名などの情報が返ってきているのがわかります。検索欄でパスワードを検索します。パスワードが書かれているテーブルの情報がヒットしました。テーブル名はユーザーズであることがわかります。またパスワードの他にも E メールの情報が格納されていることがわかります。この情報をもとにデコーダーでペイロードを書き換えます。 SQL ではなく E メール2ではなくパスワードに書き換えます。またテーブル名を変更します。 SQLite マスターからユーザーズに書き換えます。エンコード内容をコピーします。そしてリピーターに戻り貼り付けます。送信します。
結果を見ると1コラム目に E メールのアドレスがあり、2コラム目にパスワードの情報があるのがわかります。今回せっかくなので管理者権限が欲しいので検索欄にアドミンを入力し検索します。アドミンのメールアドレスがヒットしました。テキストエディターを開きメールアドレスを貼り付けておきましょう。パスワードの情報もコピーをしテキストエディターに貼り付けておきます。必要な情報が分かったので実際にログインを試してみます。ログインページを表示します。メールアドレス欄に先ほどのメールアドレスを貼り付けます。パスワード欄に先ほどのパスワードを貼り付けます。さあ、いけるでしょうか。ログインできませんでした。これはなぜかというとパスワードが暗号化されているからですね。データベースに平文のパスワードが入っているわけがありません。ターミナルを起動します。まずどんな形式で暗号化されているのか知る必要があります。ハッシュアイデンティファイアを実行します。起動後先ほどのパスワードを貼り付けます。暗号化の形式が MD5 であることが分かりました。暗号化の形式が分かったのでいよいよ複合します。ハッカーの相棒であるジョンを使用したいのですが、その前に少し準備をします。エコー先ほどのパスワードテスト .txt を実行します。 LS でフォルダを見るとテスト .txt ができているのが分かります。キャッチコマンドで内容を確認します。先ほどのパスワードの情報で間違いないことが分かります。ここまでできたらジョンを呼び出します。フォーマットは MD5 を指定し先ほどのテキストファイルを対象にします。実行します。実行すると解析が始まります。解析が終わっているので複合結果を見てみましょう。ジョン、ショー、フォーマット、ロー MD5、テスト .txt を実行します。実行すると複合結果がアドミン123であることがわかります。複合したパスワードをコピーします。先ほどのサイトに戻りましょう。パスワードを複合結果のアドミン123に書き換えます。さてこれでログインできるでしょうか。無事にアドミニストレーター権限でログインができてしまいました。ハッカー学に乗っ取られたこのサイトはもうゲームオーバーです。一般人のバグいかがだったでしょうか。今回の手法から守るためには一つ、パスワードをハッカーに推測されにくい複雑なものにする。二つ、ウェブサイトの開発者は入力欄を絶対にエスケープ処理させる。この2つを守っていただければ少しはサイトとアカウントが守れると思います。このチャンネルではハッキングの脅威を身近に感じてもらうためにリアルな手法を解説しています。興味のある人はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。